シナハマグリは、マルスダレガイジョウマルスダレガイカハマグリ族に分類される2枚以外の一種。日本には本来分布していない外来種。環境省指定要注意外来生物。日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。朝鮮半島、中国、ベトナム北部原産、内湾のサデイヒガタに生息する。日本では、 食用ハマグリの需要のために、1969年に三重県で畜養が始まり、潮光用に各地に放流されるなどして定着した。拡張は約8から15センチメートル。在来種のハマグリに似るが、殻は厚く、丸みを帯び、濃く大きな反紋はほとんどない。ハマグリと品ハマグリの交雑が起こっている可能性があり、 中間的な形質を持つ個体が確認されている。違いの意図的放流を再考し、ヒート的な流出への対策を整備することが求められる。一方、韓国では、干潟の干拓などの開発により、シナハマグリの個体数が減っている。乱獲や開発により減少した在来種のハマグリの代用として輸入され、現在、ハマグリ類の中で最も流通量が多い。 一般的に種を区別することはなく、品はまぐりであっても、はまぐりの総称で表示されて販売されている。AAB 品はまぐり国立環境研究所、新入生物、d b ハット a b c 滝康彦、財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日。 ISBN 978から4から 582542417AB 村上交渉和下に泉日本生態学会外来種ハンドブック知人書館2002年9月30日 ISBN 4から8052から 0706X 魚介類の名称のガイドラインについての改正案に寄せられたご意見等の概要とご意見等に対する考え方について ありがとうございます。